だ防波堤の俺こっち側やって言うやん、うんうん、で窓を開けるやん、うん、でブラーッと風吹いてる、うん、で防波堤やから水がほら来てるやん橋のところまで、まあ、だいぶ来てるよ危ないやん、うん、カニが防波堤の橋のところに出てくる大量にカニカニが陸に逃げようとしてカニがめっちゃ上がってくるんだよ、うん、そのカニを全部川に落とした一匹も残さずなんでな助けてあげてる感じうん落としたそれあるあるじゃないしなんかあんま言わん方がいいんちゃうかななんか意外に今までの発言の中でもだいぶやばいんちゃうかなそうだって必死で這い上がってきたカニやでそうそれこうやっていやそれ一匹ずつじゃないよ貯めて貯めてやで一匹二匹三匹どんどん貯めて15匹ぐらいになった時に一斉にバッての、うん、だからそっちの方がいいや逃がしてあげた川に逃がしてあげてへんやん必死で這い上がってるって言ってたっけお前かわいそうあんな横しか歩かねえようなやつ世にも珍しい横しか歩かねえんでお前が一番カニに冷たいやん僕はあれ台風の時に小学校から5年6年ぐらいかな、うん、うちは大阪の山とかって川があって、うん、もうそこも増水すんねんけど、うん、基本的にはヤンキーとか、うん、ホームレスの人とかが溜まってるからで結構怖いのよホームレスの人も、うん、川の下の人って、うん、ふらーとか近寄ってるだけ言うてくるから、うん、でも確実に大和川の、うん、その言うた橋の下あたりには、うん、よく言われてたのが絶対にエロ本が落ちてるとほう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 しかもあるあるやね、うん、これあんまり合法じゃないと思うんだけど、うん、谷村新司さんが集めてたようなねあのビニ本って呼ばれる本があったよ、はいはい、あのもう完全に、ね、あの見えたらあかんところが見えてる、はあはあ、日本の規制の外側にある本があってほうほうそれが絶対落ちてるって言って、はあ、みんなで見に行ったよ、うん、でももう飛ばされそうになってるやつもおんねんもうエロいのを見たすぎてもう傘とかバサバサバサってなってさもうそのままもうあれ分かるメリーポピンズって分かる分かるあれみたいな感じで友達も一人飛んでいってるのこうやってバーンって台風すぎてすぎるやろうでエロ本どうしたのエロ本せやその状態で川の下までバーって見に行ったよ、うん、ほんであったんよ、うん、あってんけどその水で濡れすぎてやっぱそんな神様か悪魔か誰の仕業か分からへんけど、うん、一枚ずつ開くやんかおっぱいとか見えんねん、うんでもなんでかどのページもその大事な部分のところがもう水でふやけてひっついてしまってゆっくり開けんねんけどビリってもうそこだけ綺麗に見えんねん、あね感じてんのかお前じゃなくてあららっていう意味であーって言ったよ行くんかお前人の幼少期のエッチな話で想像力まあ IQ1 億ぐらいないとな無理だぞ今のどこ開いても、うん、もうこんなにピンポイントで見えへんかっていうぐらいそこだけひっついてもってだから結局その花園は見れずに友達一人メイリーポンみたいに飛んでいくし、うん、それなんやねん